福テレソラネットです。皆さんから季節の便り、そしてですねそれだけじゃなくて大雨が降ってますよ、氷が降ってますよ、えー、災害のですね情報なども、えー、いただいて、そしてそれを私がですね、えー、解析してお伝えするというコーナーです。皆さんが主役です。えー、グラス草の根っていうかね、はい、グラスルーツな天気予報を、はいえー、目指しておりますので、えー、皆さん一緒に作っていきましょう、はいしえー。今日のメニューはこちらでございます。週末にかけて暑いか寒いか、雷雨はどうなるのか。 えー、そして先ほどのクイズの正解あそうだちょっと気になりますよね <laughs>、えー、梅雨入もうそろそろなはずなんですの、ね、がてんてんてんといったところでございます、はい、さあ、えー、皆さんからいただいた季節の便りなんですけども、うん、なんかね梅雨っぽく全然ないんですよね,ないですねまずはこちらから見てみましょうか土湯にも猿がいます<ー>土湯の猿見上げた先には何がある <laughs> 何見てるんだろう きっとね、あ、いい天気だなって空見上げてるじゃないかな。<laughs> 久しぶりの青空で気温が高くランニングをしましたが、汗が止まりませんでした。昼は確かに暑かったですよね。うん、えー、そしていわきは晴れてます。で、昨日と逆で、あの浜通り中通りが晴れて。会津が今日は雲が多かったんですよね。うん、これちょっとね、冬型のような形になりました。朝は風がちょっと冷たかったですよね。はい、えー、ただ昼は解消されました。えー、そして草花の頼り行きましょうか。うん、紫陽花。 アジサイってね晴れてると本当にしなびて見えるんですよね <laughs> こんなに雨が似合う花ってないですよね,、うん、ですね元気なくなっちゃうんですねアジサイってね、うん、<laughs> そしてこっちは太陽で元気が出てきたトマトの花<ー>いっぱい食べられるといいな 今年ねどうなるのかな日照ねこれからちょっと心配で不純ななんか天候になりそうな気配もありますそして梨が育ってきてますわかります小川さんどこに梨があるのかえこれですかそうそうピンポーン <laughs> これからだん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 大きくなっていく <laughs>、はい、ということですねそしてもう刈り取り前、はい、これが最近お伝えします爆臭<ー>麦はもうこれもう実ってますね、うん、えー、そしてこちらは綺麗なお花畑でございますなんかちょっと秋っぽいですが、うん、そして今日 これを食べたという方多いんじゃないですか。冷やし中華始めました。<laughs> そんな季節ですね。実はですね、こういうデータがあるんですね。えー、最高気温が20度を超えると中華そば、冷やし中華の売り行きは良くなる。食べたくなっちゃいますもんね。そうなんです。私実際昔ですね、<laughs> あのコンビニエンスストア向けの天気予報をやってたんですが、えー、やっぱり20度を超えるとやっぱり売り上げが良くなるっていう話を担当者の方がしておりました。<おー> <laughs> 明日はね、もっと 冷やし中華売れるんじゃないかなということはもっと暑くなるのかなというところだと思いますが、うん、冷やし中華が食べたくなる時期こちらも可愛いですよね。流れてる流れちゃいました、鴨ちゃんスライダー、これよく見ると <laughs> お母さんがね、なんかひなのことを守ってるのかな、うん、そういうふうにも見えなくもないですよね、水の流れをね、守っているように見えるんです、はい、こんな可愛い鴨ちゃんの映像を見せた後に、すいません。 ちょっと残酷な話をしたいと思います。ごめんなさいね皆さんねカルガモのかわいそうな事実<え>あのどれぐらいカルガモの雛って生き延びるかっていう話をしたいと思います5年前全国の10カ所21のカルガモの家族を調査した方がいましたこのバードリサーチさんがでどれぐらいだと思います残る雛の割合え7割8割は残っててほしいですよですよね、はい 21の家族のうちひなが全滅が43%、えー、一部残ったのが8家,8家族で38%全員無事っていうのが19%しかいなかった、えー、なぜだと思いますかなぜやっぱり大変流されちゃったりとかそういうのもあるでしょうねちょうど梅雨時なのでね今の水の流れもありましたけどもやっぱり自然の摂理なんですよ。 弱肉強食カラス猫ヘビなどに捕食されてしまったのではないかということなんですよね、はい、だから成長した避難を見たらですねぜひ皆さんよく頑張ったねって言ってあげてくださいね <laughs>、はいえー、まあぜひ助けてもあげていただきたいと思いますけれどもね,ねさあ、えー、スケッチ見てみましょうか今日こちらでございます、はいえー、線状降水帯発生予測の精度向上に活躍している乗り物はどれでしょうか 線上降水帯、えー、観測しているのかということなんですが、かなり距離ありますよだって。と思うでしょ。<laughs> と思うでしょ。<laughs> はいえー、こちらをちょっと見てください。海の上を暖かく湿った空気があの吹走します。そして風とか山にぶつかって、そして上昇すると積乱雲ができます。うん、で同じ場所で積乱雲ができて同じ方向にずっと風が吹き続けると同じところであのゲリラ豪雨になるじゃないですか。集中豪雨になりますよね。で海と陸上の あある違いがあります、はい、これアメダスとラジオゾンデって書いてありますがこれがヒントです何かというとはい線状降水帯の観測施設気象観測施設が陸上にはアメダスとかラジオゾンデあるけど海ないじゃないですか,確かにだからその代わりに船を出して海の上で観測するという<ー>そういうことをやっています、えー、これが海洋気象観測船でこちらでございます。あのー、すごく あの海の上で,です、ね、これ衛星と一緒に上空の水蒸気を観測して、えー、積乱雲の発達具合を観測しているつまり線状降水帯の風上側でその元をあを、のー、操作しているという、えー、そういうやつなんですよね、えー、これで線状降水帯予測の向上をするということでございますじゃあこの春デビューした両風丸どの海にも行くのか、うん、福島にも来るんですかあ今いい質問した 普段は東京のお台場にいるの <laughs>、はあ、で、えー、線状降水帯が発生しそうになると、えー、こういう東シナ海とか四国沖とかがこの西の方に主に行くそうなんですけども<ー>じゃあ福島はどうなの福島にメリットはあるの、うん、ということなんですがこれね日本海にも行くんですよ実はあの新潟・福島豪雨って日本海からの線状降水帯で発生したんですけどもつまりここに船を持ってくれば この線状降水帯予測が精度が良くなるということが予想されるので<ー>とっても福島県にとってもいいことだということなんですよね、うんうん、<laughs> さあ明日以降の天気なんですけれどもこれね実は気象衛星で水蒸気を観測してるんですこれ船じゃなくても衛星で観測できるんですがこの黒い部分が水蒸気の少ないところなんですよ、うん、西から東に水蒸気の少ないところ広がってますよね、はい、つまり明日の天気はこうなります晴れますはい えー、朝はねただ6度予報ですよ裏番台、うん、暖房が欲しくなるひんやり感ということになります、えー、中通りの北部です朝晩は上着が必要ですが昼は半世度の陽気です風が弱くてああこんな天気が一年中続いてくれたらいいのになっていうそういう天気になりますね <laughs>、はい、中通りの中部ですで湿度がですね今日よりも20%ぐらい下がる<ー>らさらにカラッとして気温も上がるから今日以上に洗濯物がよく乾くと 足拭きマットだろうがデニムだろうが何でも乾いちゃうよと何でも洗っちゃいましょうもう最高です <laughs> でも慌てなくてもいいですよ、えー、県の南部ですあさってもまだですね晴天が続くので慌てて洗濯する必要もありません<ー>紫外線気をつけてください今日以上に強まる予報ですそして浜通りです、えー、海風がこちらは入りますので中通りや会津に比べると気温の上昇は抑えられますもう超快適な一日ですね <laughs> えさあそして向こう1週間の災害リスクなんですけどもこちらでございます 大雨強風の日がない晴れる日が多くなるという、うん、そういう天気になりそうなんですよね、はい、じゃあこの時期主役の梅雨前線はどこにあるのかというと全然まだ南なんですよ、うん、だから向こう1週間梅雨入りはないどうも大幅に遅れそうれ6月下旬再来週週末以降にずれ込むことになるんじゃないかというしばらく晴れる日が多くなりそう週間予報見てみましょう で月曜日の雨もですねもしかしたらこれ降らないで済む可能性がありますねですから降水の量も少ない見通し暑い日が続きそうです一個はこちら梅雨はどこ気配見られぬ心地よさ福テレソラネットでした